あ、じゃあマイク投げてます。あー、キッコーさんがサイボーイでやらないとなので自分がまた引き続き実況を、あ、やります。アルファ、あ、アルファやりたい。はい、はい、実況変わりました。 R です。じゃあ実況やらせてもらいます。普段実況とか聞く側なんであんまやったことないんですけど、はい、いやー KOF 好きなんですけどね、最近トントンやってなかったんでさっぱり動けないですね。久しぶりやった。浅い決定戦、 1P 側に座るのがティファニーさん、 2P 側に座るのがタロキさんですね。まあ、ティファニーさんのチーム構成が今日浦谷市をスラーク、タロキさんのチーム構成がクリス、チャン、ダイモンですね。さあ先鋒戦、兄弟チャンですね。一部にはチャン有利と言い張る人もいますけど、普通に考えてこのカードっていうのは僕が苦手ですね。みんな動きを見せるチャン、今日はどうやって攻めていくか、ここ難しいところですね。事件の感覚が違う、固まってないと大回転を使って固まってると困るのにもらうっていう、かなり厳しいキャラなんです。前らのシーンの逃げで非常に強いんでリードをされるところが体力をほとんど減らさず、タロックさんが一歩取りました。さあ、クラーク対シャン、これは結構相性が厳しいですね。チャンがゲートマックスで、ほとんどスイートジャンプで、一人だけで動いているような。さあ、クラークは本当に厳しいか。おっ、飛ばしに崩して画面を。何が大変かというと、まだすごい減ります。会社が右に大回転できた、そこも設定し癖がないスペースですね。アナミアダムシが刺さる。さあ、たぶんこのまま3人に行ってしまうのか。最後に出てくるのは浦谷城ですね。と投げが入ってパーマックスから持ち攻め、裏表が失敗してガードキャンプで振り返ってしまう。これにつかに逃げるガードキャンを捉えた厳しさ、非常なことになってしまう。さあ、風が使いやすいが、この足はかなり厳しい。あっと、最後は先生が噛み合ってしまって、勝ったのはタロチさんです。おめでとうございます。3位です。で、実況変わります。決勝戦、ナルトさん対キッコーさん、もう順当すぎますね、これは。もうこの3人が来た瞬間、ああ、1、2、3決定したなって俺出るわけないわみたいななっちゃったんですけど、あー、じゃあタロキスさんに実況変わります。はい、初めなんか無印大会なさそうな空気だったんですけど、自由人さん頑張ってくださって参加、大会開いてくれてありがとうございました。いよいよね、決勝戦なんで KOF 関係ない人も見てると思うんですけど、まあこれを見てね、 KOF ってこんなゲームなんだって思って次からやってくれたら嬉しいと思います。盛り上げていきましょう。よろしくお願いします。さあ決勝戦、1P 側スワルはナルト、2P 側キッコー。今回キャラ選ぶのか。まあね、さっきからなんか僕の勝ち物臭いピンクのちゃん出てましたけど、これが本物ですよ。このちゃんは寒いですよ、見てたら相当。あー、大将ですね。これクリスを当てられたらどうするんだろう。
さあ、ナルト側は当然、クリスを対象にチャンにぶつけると。ウラクリス対チブリ1本目。ナルトはティーに、おっと BA から止まらねえ、この、さあ、起きてね、ガーフではなかった。さあ、村の終わり際の距離を分かっている。これはなかなかしんどいよ。投げて。だと思ったら表でした。ただがまだ入っている。さあナルトのチップは若干ゲージダメも入っている。もうこれも笑ってたら2本あるんでね、次大もんなんで、これなかなか裏クリップもしんどいと。チブルが笑ってなかったし怒ってましたね。ゲージがない。ブロー2回からちょっと違いは入ってないけれども、まずは画面端に行けと投げて、暴れますね。完璧ですね、これは。さあ、BAB、 返したさあ、ガードで耐えて、さあ、裏の終わりではしゃがみ B で崩れる。さあ、この柔道か柔道しませんね。空手みたいなことしてますね。ダイモンが同キャラ。まあね、お互いゲージあるんで、ゲージまでになった地雷バグさえ使えば4割ぐらいは減るんで、2回以上見かればね、相手に死ぬんで、全然ワンピーがチャンスあります。ゲージがある。ジャンプから投げた。これはすぐ、さあ最後クリス、ゲージが3本ね。確かダイモン笑ってたんで、おっとジャパン、タクリス発動。これで、全スライドタッチで5割ぐらい減っちゃうんでね、ダイモン側も、なかなか気軽にジャンプを飛んでるから。しかしクリス側も無情を食らうとカウンターにならない。おっと出したら投げ、これ死ぬか。画面を見てたキッコーさんの優勝です。おめでとうございます。1位の方から優勝コメントどうぞ。とりあえず、まあ、98こんなゲームなんで、まあ、流行ってるところって言ったら秋葉と新宿とあと今までオフナーとしか思ってなかったんですけど、ここでもまあみんなでやってもらえるようにぜひお願いしたいですね。ありがとうございました。ありがとうございます。2位のナルトさんお願いします。まあ人数少なかったけど楽しかったです。ありがとうございます。次は着人生の方もぜひ。あ、じゃあ3位のタロコさん。あ、なんか汚い実況で申し訳なかったです。キッコーさんが言ってくださったように結構 KOF98 流行ってるところ少ないので、まあ、中野 TRN さんであったりというところで、どんどんプレイヤーが増えたらいいなと思います。皆さんよろしくお願いします。ありがとうございます。次回は自分が仕事なかったので、まあ、まあどっちにしろテクスタストライクなんですけど、で98の方も入れたいんですけど、ちょっとまだその辺は店員さんと話し合います。で、ですね、また一つお知らせが別でありまして、駒さんのブログの方に載っていました。来年3月23日の日曜日ですね、そこなんですけど、ガロー・マウコーズ・ブルブズと月下の騎士2と KOF98 の合同大会があります。社会人にとってはすごい厳しい時期なんですけど、その大会に向けてもし98も枠を取れるならなと思ってます。ということでキッコーさん、1位のキッコーさんに商品がありますね。ですね、銀座の方で買ってきましたヴァンギルスのベーシックインスティンクトですね。おめでとうございます。まあ銀座の香水ってやつですよ。という
ということで、今回の大会をお開きということですね。来週はティンクルスターストライクの予定です。自分が来ても来なくても、まあ、代わりがいますので。ということで、また店員さんと日程について話し合いますので、よろしくお願いします。ということで、お疲れ様でした。